レオニード・ミハイロビチ・ザコーフスキー、本名はソビエト連邦の秘密警察、内務人民委員部の幹部、一等国家法案委員。ヨシフ・スターリンによる大粛清の執行者の一人だが、上司のニコライ・エジョフの失脚に伴って、牽制を失い、最後には自身も粛清された。ラトビア人で、本名はヘンリクス・シュトゥビス。 ロシア語表記で、原リフ・エルネストビチシュトゥービスとも呼ばれる。レオニード・ザコーフスキー・クールラント州、ハーゼンポート・ケンル・ドバール寺集落出身。モリバンの息子、リババ私立学校の2学年を卒業。同、ブリーキ構として働き、1912年から、リババニューヨーク線の見習い水イ家父として公開した。1913年、ロシア社会民主労働党に入党。 ボリシェビキ。1914年に突然逮捕され、オロネッツ県に追放。1917年1月から、ペトログラードに居住し、徴兵を忌避した。1917年の事件の積極的参加者。1917年10月、水兵部隊と共に、電話局のダッシュに参加。1 9十七年十二月のチェーカー創設時から、徴兵員となり、間もなく、 チェーカーの情報部長兼警備司令官となった。1918年3月、西部、南部、東部戦線のチェーカー幹部会特別全県代表。特殊任務主体を指揮した吉木氏、アストラハン、サラトフ、火山等における、放棄の地圧を実施した。あとに、カスピカフカーズ戦線特別課長、モスクワチェーカー通報班長。1921年から1925年。 ゲーペイウーポドリ及び、オデッサ喧嘩代表、ウクライナ GPU モルダビア全権代表。1926年2月6日から、シベリア王ゲーペイウー全権代表権、シベリア軍艦区特別課長。1928年、スターリンのシベリア滞在時、彼の安全を保障した。1932年4月10日から、白ロ,ロシア王ゲーペイウー全権代表権白ロ,ロシア。 軍官区特別課長。1934年7月15日から、白、ロシアソビエト社会主義共和国内無人民委員。セルゲイ・キーロフ暗殺直後の1934年12月10日、NKVD レニングラード州局長となる。1935年2月9日付、全ロシア共産党中央委員会令において、 我が機関の任務は、ゼントロ・ツキ・ジノビ・エフチカ組織の一人残さず除去する、ことであると指示された。前例のないテロールが市内で展開され、1935年1月から3月の28日間、だけで、1万1072人がレニングラードから連れ去られた。彼の指導の下、当党、経済エリートの逮捕が行われ、後に銃殺された。同時に、さらに多数の、 作詞階級代表が逮捕された。1936年9月、内務人民委員が、原理府ゴーダからニコライ・エジョフに変えられたが、彼はそのまま、エジョフの配下となり、ヤゴーダ派として粛清されることは免れた。1937年3月の中央、委員会総会では、かつての上司ヤゴーダやその副診ゲオルギ・モルチャーノフを、内部告発的に批判する役割を果たした。 ザコーフスキーは、二人を、右翼、トローツキスと、ジノビエフセンターと結びつけ、この二人が長だったために、NKVD は、反訴陰謀を防げなかったなどと平然と嘘吹いている。1937年6月10日、レニングラード州党会議に出席し、我々は、敵を最後まで撃滅しなければならない。そして、我々は撃滅すると語った。 1937年からソ連最高会議、大議員。その後も、でっち上げと、レッテルバリを繰り返して、大勢の者のを落とし入れたので、スターリンとエジョフの信任を獲得し、1938年1月19日からは、副内務人民院権、NKVD モスクワ州局長となり、権力の絶頂に立った。1938年2月17日、 ミハイル・フリノフスキーの書斎で、ソビエト庁方部の長、アブラム・スルツキーを毒殺。1938年3月28日、NKVD モスクワ州局長を解任され、エジョフが水上交通人民委員に左遷された8日後の4月16日には、副内務人民委員を解任、さらに4日後には、NKVD クイビシェフ水力発電所建設長に左遷された。 それだけで助かるはずもなく、同年4月30日に逮捕された。取り調べにおいて、ドイツとポーランド情報部のエージェントであり、また、右派、トロツキー組織にも加入したという罪を認めたが、裁判では自分の証言を否定した。1938年8月29日、死刑を言い渡され、10殺。1987年、 ザコーフスキー事件の真理のための根拠は存在しないと認められた。ありがとうございます。